QK330 トールは、ソビエト連邦が開発した中空低空域、短距離防空ミサイルシステム。派生型には、Q331、Q332 などがある。相性はロシア語で、トーラスのこと。NATO コードネームでは、派生型により SA-15、または SAN-95 オーントレと、ガントレットと呼ばれる。ソ連地上軍は、 開発を要求しなかったが、QK33 をサーチ対空ミサイルを代替する車両として、1975年2月4日付のソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議決定で開発が指示された。開発は1983年まで続けられ、同年12月から丸1年にわたって実用試験が繰り返された。 従来の地対空ミサイルの常識を覆す VLS が採用された試作車は満足すべき性能を示したため、1986年3月19日付の党中央及び閣僚会議決定でソ連軍へ正式採用され、量産と配備が開始された。車体のベースは整備、運用、補給等を考慮し日系22と同じ GM-569。 衛装高想機車両で、対空ミサイル及び、VLS 等を含む、全備重量は32トンである。通常この手の地対空ミサイルシステムは、指揮車両、レーダー車両、ランチャー車両といったように、数量でユニットを編成し運用するが、QK330 は、車両中央のターレット上に必要なすべてのシステムが、集約され、完全単独運用が可能となっているのが、 最大の特徴である。また、QK332 ール M2 では、高進艦射撃も可能となっている。VLS を採用していることから、外見からはランチャーが見えないため、他の地対空ミサイルシステムの捜索レーダー車両のように見える。車両には2種類のレーダーが取り付けられている。システム後方のマストに立っているのが、ドックイア E、海バンド捜索レーダーで、 最大探知距離は 25km である。ドックやはレーダーのみ回転させることができ、使用しない場合はマストを折りたたむことができる。初期の捜索レーダーは機械操作式であったが、q k 3 3 1 m t o M1 以降は電子操作式になっており、探知距離や目標数が増加し、最大で48個の目標を探知し、10個の目標を追尾することができる。また、 QK332 トール M2 シリーズでは、フェーズドアレイレーダーに変わっている。ターレット前面に取り付けられたのが、スクラムハーフ G、H、バンドパルス、ドップラーフェーズドアレイ誘導レーダーで、最大追跡距離は 20km。最大で2発のミサイルを誘導可能である。スクラムハーフ自体は不要のみ可能であり、補足やミサイル誘導時にはターレットごと旋回する。 搭載するミサイルは QM330 及び QM331 である。ミサイル先端とノズル部に各4枚のフィンがあり、全部のフィンが稼働する。誘導方式は、赤外線による自己誘導に加え、レーダー、TB 誘導式指令誘導が併用されており、チャフや電波妨害等核死対抗手段に対応できる。VLS は、ソ連の艦隊空ミサイルと同じ。 コールドローン地方式でボンベに充填された不燃性高圧ガスにより20メートル上空まで出された後 TVC で目標に施行し主ロケットモーターに点火する QM330QM331 対空ミサイル及び各種の支援機器システムを開発したのは PD グル新主任技師が率いるファケル設計局である 飛行機やヘリコプターといった一般的な航空機だけでなく無人機、巡航ミサイルや誘導爆弾も破壊できるという。また特に西側攻撃ヘリコプターの迎撃能力を重視している。有効射程内でのミサイル一発あたりの標準目標航空機に対する命中率は26から75%である。QM331 は4発が一列に並んだ。 コンテナに格納されており、2個のコンテナが前後方向に搭載される。装填はクレーンを用いて髪型から行われる。乗員は4名で、全員の休憩33オーサーより大きく自動化が進んでおり、よくイギリスのレイピアやフランスのクロタルと比べられる。 QK330 対空ミサイルシステムの一個中隊は4両の QA330 自走発射機の装備が基本となっており、支援装備として中隊式車両 QS737、ランジール、送輪式トラックからなる再装填支援車両 QT231、ミサイル運搬車両 QT245 が配備される。代替式艦車には、 BTR-80 走行兵員輸送車をベースとした P-12M が使用され、大体は基本的に 2K22、ツングースカ自走対空システム1個中隊と混成されることになっている。派生型として、送輪走行車やトレーラーなどの送輪車両や、飛行場や軍事施設防空用の固定式発射装置も提案されている。 シリーズ通して輸出されており、旧ソ連諸国のほか、1999年にギリシャ陸軍、翌2000年に中国陸軍に配備されているほか、インドキプロスペルーエジプトイランイエメンベネズエラ等に輸出されており、比較的好調なセールス実績を上げている。MAX2009 で展示されるトール M2E2020 年1月8日に、 イランで発生したウクライナ国際航空752便撃墜事件において、ウクライナ国際航空752便は QK330 により撃墜されたとされる。同日、ツイッター上に、墜落現場近くで、ミサイルの残骸を発見したという写真がアップロード、されたが、これは QK330 で運用されている QM330 系ミサイルの残骸とみられる。この写真には、 アラビア語で飛行機にこのようなものがありますかこれはミサイルじゃないのかとコメントもつけられていた。その後投稿者のアカウントは凍結された。1月11日、イスラム革命防衛隊がウクライナ国際航空機をイスラム革命防衛隊が死体空ミサイルで誤って撃墜したとの声明を発表し謝罪した。 死体空ミサイルの部品が事故後に散乱していたことが決定的な証拠とみなされた。ABCD 日本兵器研究会編、世界の早期走行車カタログアリアドネ、企画 ISBN4-384026609-2001 年、ABCDEFGHIJKLM 戦車、研究室。 QK330 通る対空ミサイルシステム http コロンスラッシュスラッシュ combat1.sakura.ne.jp スラッシュ QK330 htm 最終更新2019年ページ再下部に出展文献記載ミサイルの残骸を発見アンノーン2020年1月13日閲覧旅客機墜落事故 ミサイルの残骸を発見か。zapzapjp.com。2020年1月13日閲覧。ショット、タウンオブフライト PS752、オブユークレーニアンインターナショナルエラインズ、ボブクタグベイ。2020年1月13日閲覧。ありがとうございます。